2020年コロナに負けるな、うちで笑おう、ボリューム30。まあ先月ぐらいから始まりましたこのシリーズもですね、第13回目ということです。まあ本当あの家にいる期間が長かったんで、皆さんそれぞれの過ごし方があったと思いますが、僕はですねやっぱ結構映画とかを見る機会が増えまして、ずいぶんいっぱい見ました。そんな中でもこれあのドラマなんですけどね、愛の不時着、今もうこの韓国ドラマにハマってる人の声をあちこちで聞く、もう人気ナンバーワンの連続ドラマなんですが、愛の不時着、まあ、このことについて歌を作りました。愛の不時着の歌。コロナで出かけられなかったので、韓国ドラマ愛の不時着にハマりました。北朝鮮のエリート将校と韓国の財閥令嬢の禁断の恋の物語、一線越えてはいけない物語。イ・ジョンヒョクがユン・セリを命がけで守る姿にしびれます。ちょっと無理ある強引な展開に視聴者は振り回されるのです。リアルな暮らしの描写、脇を固める魅力的な俳優たち、リとユンのやりとりに笑い、運命的な伏線に関心。全16話夢中で見てしまいました。20時間以上費やしました。毎回終わる直前に新たな驚くべき出来事が起こる。睡眠不足だけど目は覚めて、ついつい夜更かししてしまう。明け方ベッドに不時着するのでけど。愛の不時着の歌聞いていただきました。本当にねもうだいたい一晩2エピソードずつぐらい見まして、全部でもう16話ですから8日間ぐらいね、費やします。さあ4エピソード見た時もあったわ、次どうなんやろう。それだけ力のある作品だったんじゃないでしょうか。さて今日はどんな動画を見ていただくかと言いますと、まずはドブロック、ね、ドブロックも本当はなんか一物のいや実に音楽性が高いと思うんです。それはもしかしてだけどの時から感じてましたけれども、ギターもどんどん上手なるし、歌がまた上手いし、ちゃんとハモるし、しっかり音楽をしてますよね。まあ下ネタからいかに離れるかという課題はあるみたいですけども、本当に力を持ってると思います。そんなドブロックが今から7年前僕のデビュー30周年の、大阪万博お祭り広場で行われました真夏のカモンエキスポに、ゲストで駆けつけてくれまして、で一緒にコラボをしている様子をまずはご覧ください。イケメン俳優背も高い、料理の手順も鮮やかで、ヤングミセスを虜にしている。もしかしてだけど、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 もこみちオリーブオイルを入れすぎなんじゃないの。こういうやつやったら全世代できるやろ。いやすごい、これもうあげるから。ありがとうございます。ちょっといくつかじゃあやって、じゃあ行きましょう。俺の前を走る自動車がさっきからやたらにブレーキランプ点滅させてる。2回3回、もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしか
してだけど、もしかしてだけど、俺のことを愛してるのサインなんじゃないの。あのあれですよね、ドリカムのね、飲まないよ。そう、じゃあ、はい、僕も聞きたいですか。はい、予備校の先生大人気、東進のハイスクールの EM で林先生語りかけるよ。もしかしてだけど、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 いつやるの、いつやるの、今なんじゃないの。いやー抑えてますね、今っぽいね、今っぽいっす。最後にもう一個ね、おっといけない、忘れてた、餅を食べるの忘れてた、賞味期限も切れているし、餅かびてたけど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 、かびてたところを切り落とせば食べられるんじゃないの。そういうことだろ。来た、ドブロックでした。ありがとうございました、はい、お子さん飛び跳ねて喜んでますよ。すごい。さっきの僕たちの時にはなかったやつです。なかったやつ、はい、ほら、やっぱりこういう全世代的なやつもやっていこう。これありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきました。はい、どうもありがとう、ドブロックでした。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ドブロックとの絡みね。最後は持ちかびたけどですでしたけどね。まあ力ありますよ。もうこういうもしかしてだけどとか、あるいは鉄腕の友のなんでだろうとか、そういうみんなが知ってる、しかもそれが音楽に乗っているという、まあ武器を一つ持ってると、とてもいいんじゃないでしょうかね。ドブロック来てくれました。まあ、その後も何とか番組で一緒になったり、なんか水曜日のダウンタウンあたりでは替え歌対戦して僕が負けたりとか、まあ、いろんな歴史がありますけれども、今後ますますお互いに頑張っていきましょう。さあ、そしてまあそのようなこの音楽と笑いというものを融合して、僕もデビューして37年間やってきたわけなんですけれども、そのルーツはですね、なんと言いましてもあのネノネです。僕が中学2年の時にいきなり現れまして、なんて面白い人なんやろうな、ギター持って面白いことを歌うフォークシンガー、そしてお笑いタレントの人がレコードを出す、でみんな歌ってて、音楽と笑いが僕の中でごちゃっと融合しまして、それらを全てラジオの世界から教えてもらったと。で中学2年の時に本当あのネノネ出てきて、まあ、この後魚屋のおっさんの歌見てもらいますけれども、これや、これが一番やりたいことに近い。僕の中ではギターを持って弾くということが非常に大事です。それではですね、これも7年前の、真夏のカモンエキスポ、歌と笑いと食のワンダーランド、お祝いに駆けつけていただきましたあのねのねのお二人とのコラボレーション、ご覧ください。何撮ってんの、おちゃん、え、おちゃん、これあのねのねのコンサートやるってフェイスブックに上げたのかな。こんにちは、どうもありがとうございます。いや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 、じゃあせっかくなんで、はい、魚屋のおっさんの、魚屋のおっさんの歌、本当にまあ中学の時に聞いて衝撃を受けました。今日は僕もいくつか考えてきたんで、これどういう風な感じで順番で やらせてもらっていいですか、コラボ。おー、そうやな、もういつもやってはるやつ。じゃあ僕、いつも順番にやってんですよね、うん、順番ちゃうちゃう、一緒にやんねん、俺はついてくだけやから。俺あんま考えてないね、そういうの。すまんすまん、なるほど、やったらほなお前やって、お願いします、いいよ。魚屋のおっさんがへをこいたぶり、あ、やってやって。社会の先生がくしゃみした歴史。氷屋のおっさんに怒られた氷屋。やって。カバン屋のおっさんがドブにはまったよ、ビトン。おお、おもろいおもろい。時計屋、時計屋のおっさんがやけどしたウォッチッチ。ちょっと待って、
カミソリ屋のおっさんが赤ちゃんをあやしたよ、2枚2枚ばおもろいな寿司屋のおっさんがうんち踏んだウニウニあと2個ジビカーの先生が泣きましたビエンビエンスパゲッティ屋のおっさんに怒られたボンゴル舐めとんのかボンゴル舐めとんのかよしよし朝ドラの姉ちゃんがファッション雑誌を買いました長いなお前 JJ JJ スモートリーのおっさんが驚いたどうしようどうしようはい、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたお疲れでしたゆっくり遊んでいってくださいちょっと、はい、スマホ忘れてるスマホいかがでしたでしょうか、まあ、7年前だったんであのドラマの JJ っていうのはちょうどアマちゃんがあの非常に世間注目を浴びてた時なんで JJ なんて懐かしいキーワードも出てまいりましたよね、まあ、このあのねのねのお二人にはね本当公私ともにお世話になってまして僕が落語家時代にヤングタウンという大阪のラジオのオーディションを受けさせてもらって一番最初に原田信郎さんの横で19歳の時にレギュラーをもらってそれでまあラジオはここに来たかったんや落語家になりたかったと違ったんやという自我に目覚めてだんだん師匠とか師匠の奥さんの言うことを聞かんようになって21の時に破門になってラジオの番組も全部降ろされまして全国放浪してもう東京に来た時は清水邦明さんの西麻布のマンションに泊めてもらってその時まあいろいろ人生についての教えとかねでなんかちょっとデモテープ取ったるわとかで清水さんがあのもう今はないですけど一口沢坂スタジオという一流のスタジオを取ってそこで僕がギターでスキー場とかでバイトしてる時に歌った曲をデモテープでお土産に持たせてくれたり、まあ、そのようなことはですね、宣伝でもないんですけどもし興味のある方はこの熱中ラジオ丘の上のきら星というね、これ、おととしに、春木文庫から出ましたその前には幻冬舎から単行本で出たやつですけれどもで、まあ、当時のラジオのこととかねそういうことがいろいろ書かれててあのねのねのお二人にいかにお世話になったかということも書かれてましてヤングタウンのプロデューサーの渡辺さんという方がもう今から10年ちょっと前に亡くなりましたそのことを主に、書いた本でございますよかったらぜひご覧いただきたいと思いますさあコロナに負けるな、うちで笑おう。次回は、まあ、僕の昔からの仲間、まあ、大体5人組、スターダストレビュー、根本かなめさん、桂ジャクジャクさん、北野誠さん、笑福亭笑瓶さん、みんなこれ、ヤンタン出身なんです、ヤングタウン。で、かなめさん以外は全部原田信郎さんのサブ、横からパーソナリティからスタートしているという、まあ、そういうご縁で昔から世代も一緒なんでよく、あの飯食ったり飲んだり、宴会したりした中ですけどねもうみんなもう本当に60になってもうほぼ60です、ねまあ、そんなみんなとのトークと、北山治さん、これはもう今から北山さんも10年近く前にお声掛けいただきまして一緒に何かやろうとか言うていただきましてあの素晴らしい愛をもう一度とか戦争を知らない子供たちの北山治さんですよ北山さんも、真夏のカモンエキスポに駆けつけていただきましたそのコラボの様子なんかは次回ご覧いただきたいと思いますそれじゃあチャンネル登録もよろしくお願いしますじゃあまたね